木の裏に隠れる沖縄と鬼の行列、1886年観光のヘボン、英訳、チリメン本コブ取り、爺さんは日本の民話。老人が鬼に七草として方のコブを取られる、節話群で隣の G 型民話の大分類のうちに数えられる。二人の沖縄が連夜で鬼の縁に参加し、隣の沖縄は逆にコブを増やされる方が典型であるが、 民話の常として様々な類型があり、ストーリーも様々である。鎌倉時代の説話物語集、宇治周囲物語にも木こりが、鬼に、こぶ取られることとして秀才されており、物裏みは狭きことなりとかと戦望を今しめる言葉で結ばれている。日本各地に広く伝わっており、世界にも類例がある。鬼にこぶを取られた沖が、 岩やさざ波が編纂した、小太りの昭和初期の観光を定本とすると、次のようなあらすじとなる、ある、じいさんが、右の方に、小部ができて、邪魔に思っていたが、医者に見せた甲いもなく肥大するばかりだった。ある日、山に芝ばかりに出たが、夕立ちにあってしまった。木のうろで、雨宿り中、大勢の足音がして、他の少婦たちかと安堵するが、それは恐ろしい鬼友だった。 鬼友は酒盛りをはじめ、その頭が手下の踊りを順に干渉したが、もっと面白い舞はできぬものかとぼやく。老人は鬼の林が面白いこともあり、つられて出てきて自分の舞を披露した。鬼たちは踊りが体操期に入り、また次の日も戻って前へと所望し、約束をたがえぬよう何かを型に取ると言い出し、頬の単コブをひねり取った。 この話を聞いた左の方に、コブがある、じいさんは、それなら自分のコブも取ってもらおうと夜更けにその場所に、出かけ、同じ木の裏で待っていると、日暮れ頃に、鬼が宴会を、はじめ、特に頭の大鬼が待ち焦がれる様子だった。そこで、隣のじいさんが姿を現したが、踊りの心得もなく、扇を片手にでたらめで下手な踊りを披露したので鬼は、興ざめてしまい、コブは、 返すから立ち去れ、と追い払った。こちらの沖縄コブを取ってもらえないばかりか、コブ二つ氷坦のようになり、方法の手で逃げ帰った。本話は、関敬語、日本昔話修正や、日本昔話体制で、隣の G 型の大分類のうち194番、コブ取り G に分類され、日本全国各地の例が挙げられている。コブをやり取りする相手が、 鬼の代わりに天狗である、柳が国を変、コブ二つや、他の例も見られ、アールネ、トンプソンの分類は、AT503A 天狗の贈り物である。隣の沖縄コブを増やされるのが、典型話であるが、踊り下手ゆえの天末な例の他に、強欲なことが裏目に出る例もある。歌の林文句として、天狗天狗八天狗俺まで風邪れば九天狗。 一ボコ二ボコ三ボコ四ボコ俺も足して五ボコや、くるみはパッパ、バークルク、おさなげやあとの、お、カッなどが見られる。異本例には、次のようなものが見られる。同じ方の話は古く13世紀成立の、宇治周囲物語第3話に見られる。冒頭で、沖縄のコブの大きさが、大工事ほどあると描写されるが、これは、現在の夏みかんのことだとも推察されている。また、 このコブのせいで人と交わることができず、焚き木を集めて生業にしていたと、職業が木こりであったことが明確になっている。また、宇治周囲物語では、様々な姿形の鬼について、詳細に書かれており、口のないもの、一つ目のもの、青色を着た赤鬼、赤鬼、他、ふさぎを履いた黒鬼が登場する。また、何か大切なものを質を取られる場面では、 そもそも鬼の方が、コブは、服のものとめでられることであるし、と当時の迷信を取り上げて、コブを取ることに決めそうなところを、沖縄口出しして、目や鼻ならば取ってもいいが、コブだけは自分にとって大切なものであって、それだけは取らないでほしいと懇願するのである。また、締めくくりに、物恨みをしてはいけないという教訓的な言葉が、見られる。清水省巻一と、 マキロクとに前半と後半とが分離した話が類話として指摘される。これは1623年には成立していた話である。この話は世界的に広く分布し、アイルランドからギリシア、トルコ、インド、中国、朝鮮などに類話が見つかる。外して東洋では顔や首のコブ、西洋では背中のコブとなっている。中国では秋を末期の羊毛犬の著書。 少林表にも類話がある。また、漢文で書かれたものとしては、産後上の、さつ風、第六の説話があり、これは序文によれば、寛大以前に失われた漢石の復刻なので、この民話の源流という意見も出ている。これは、甲の古武を持つ将婦が鬼に古武を取ってもらい、刑に古武を患ずらう里人が新しい古武をつけられる、話である。しかしながら、この産後は、 本物の古典ではなく、偏者である、太宰春代による作り話というのが有力説である。朝鮮のコブドリジーも多数の説話群を成している。高橋トールが訳したコブドリの例があるが、最初の牢屋は自分の美声のもとは法のコブであると妖怪を騙して売り払い、二番目の牢屋も歌唱力はあったものの、売られたコブには効果がないと返品されてコブが増えてしまう。 他にも、蔡二角百戦の、コブトリジーがある。ハングル文字では、北天イヤギの題名で1923年版の、普通学校朝鮮語特本に掲載されている。これは、日本の支配下において、朝鮮総督府から支給されたものであるが、特ケビの研究者である中央大学校の、今週代などは、この物語を朝鮮に伝わる民話と認めず、 日本のコブトリの本案と認識している。しかし、僕美は、すでに、ホックリと小人たちというコブトリタンが、アンドリュー・ラング編、緑色の童話集に書集されており、これを、朝鮮民話と見るなら、統治以前に、朝鮮で成立していたことになると指摘する。ラングは童話を中国語からの訳とし、背景も中国になっているが、ホックが朝鮮語で、コブであることから、 朝鮮の物語であることが濃厚と、方は見ている。西洋の類はアイルランドの類はに、ノックグラフトンの伝説があるが、ここでは、月曜日、火曜日、という林に水曜日を付け加え小人たちに、喜ばれたタラズモアは、セリューを除去してもらい、同じくあやかろうとしたジャック・マドンは、木曜日を余計に足して、怒りを買い、元のコブの上に二つ目のコブを植え付けられ、それが元で死んでしまう。 また、グリム童話に収載される小人の贈り物も類話であり、そこでは、カズトメの沖縄に、コブがない。西アジア、北アフリカのイスラム圏では、公衆浴場に悪魔が宴会をしていて、コブを取られる話がある。日本の和系は、AT503A、天狗の贈り物に、再分類されているが、世界の類話は、AT503、小人の贈り物に属している。 この話のテーマは鬼による山中のお堂や祠の近くでの酒盛りと踊りであり、これは山伏の行う延年の舞だとの考察がある。また鬼の代わりに天狗が出てくる話もあり、山の神、三霊の指令者である山伏はしばし天狗と一体化される。昔は顔などに大きなこぶや肉腫を持った老人が多く、貧民は手術で取ることもできず、出峰した山伏は村人。 信者を混合税で打ち病気を治すが、これもコブを取る宗教的呪術にあたる。コブを取るとか薬を払うという呪術は入部中に蓄積された原力の発揮でありユートリジーのメインテーマは山伏の延々と受験力である。原セリの原力は究極すれば滑殺自在と言えるが、こうした力があれば病気を治すこともコブを取ることも自在であると信じられたはずである。 山から下った雷放神が不幸や災いを払って歩く様子を山伏が真似たものであり、原世リの場には入部で得た、新たかな原力で病気を治してもらおうとする人々が集まり、その中に、古部、肉しを持った老人もいて、山伏が印を結び呪文を唱えて、気合をかければ跡形もなく、取れた、というような話が、宇治周囲物語の説話へと変化していったのであろう。 木こりの爺が雨に合い山の神の神木である大木の洞に入り、この木の前に鬼が出現するので山伏の延年が行われる必然性が説明できる。鬼は三神を表すが時に資料的性格を持ち、このようなホラー穴から出入りする鬼は霊物のイメージがあり、古代にはそれが墓であり、古代の横穴洞窟を意味するからである。また、爺さんの前に現れる鬼も、 山中の寂しいお堂や大木のほらに入り底で寝た経緯が、民は化け物寺の廃寺に泊まり化け物に会うという下りに似ており、話中の化け物寺の話の筋や歌が、小太りの話に入り込むドリジーさんの歌へと変化したものである。その鬼も、目一つや、口なき者等百人余りというのは、 百鬼夜行を表しそれを総じて鬼の一軍といい、また鬼である山の神は、剣族のお供を連れ歩くと信じられており、その剣族は山の神の子孫の霊物化であり、これが百鬼夜行の軍業となり、話中の大将、親分の鬼は、群れの中心の山の神のことである。異形の者たちによる集会は、上田明成の春雨物語でも取り上げられており、若者が、 大見老、僧の森で、一つ目の神、講師、主元者、妖怪、言葉を話す狐、猿、ウサギらによる縁に出くわす、目一つの神という話がある。一部には、キコリと金の斧や、ネズミ浄土のような、隣の爺型民はとことなり、二人目の沖縄を擁護する、分析もある。小太り、爺さんで描かれている、小太りは、自家船の多形生選手である。これは、 良性腫瘍であるためここまで大きくなっても平気なのであり、もし洗顔などの悪性腫瘍であったならば、ここまで大きくなる前に他の臓器に転移してしまうと思われる。また、隣の大きな顔に見つけられた他人のコブは拒絶反応により日時が経過すればそのうち取れる可能性がある。太宰自作のおとぎ臓腫のコブ取りは阿波国の設定で書かれている。 主人公の沖縄は、泡踊りを披露して、鬼の活采を得、コブを室に取られるが、酒好きで孤独な沖縄にとって、コブは可愛い孫のように愛しく孤独を慰める、存在であった。逆に隣の沖縄は、地元の名士で、コブを心底に組んでいた。ところが、鬼の前で、ゼは、泡のナルトに一夏を送るそうにてこう。さてもこの裏は、平家の一門果てたまいたるところなれば、 などと、その地の平器滅亡が、主題の洋曲、道森を披露して並行される。野村万作の新作狂言、小太りも、太宰原作の設定を踏襲。四国を舞台にした修羅能、八島を見事に舞う、隣の沖縄を野村が演じている、近年の絵本版やアニメ版には、様々なアレンジが加わっている。例えば、二番目の沖縄は、単に前が増えてだったのではなく、 性格も悪かったという脚色が見られる。アニメーションテレビ番組、漫画日本昔話で紹介されたストーリーが、そのような、正直、じいさんが得をし、意地悪爺じいさんが損をする例である。さらには、コブが増えて落ち込む意地悪な沖縄に、陽気な沖縄が歌と踊りを教えて、元気づける。意地悪な沖縄は立ち直り、村人ともうまく付き合えるようになる、という展開もある。 別の絵本では、コブが二つとも、自然に取れる。日本郵便、コブ取り爺さん切手では、裕福だが、無心人な沖縄と、貧乏だが心人深い沖縄及び、宇佐神宮の文社らしき山奥の神社の鳥居、内輪を持った花の高い天狗が描かれている。切手の絵は、一般に普及している話と、若干異なり、素早く逃げ出そうとした隣の沖縄が天狗たちに背を向けたため、 耳の後ろにコブをつけられた作画になっている。ありがとうございます。